はい、どうも皆さんこんにちは。今回はロキの第5話について見ていきたいと思います。結論から言いますと、今回の第5話で黒幕の正体は分かりませんでしたが、以前から話していたようなカングサコンからの伏線であったり、その他多くの小ネタが登場しています。今回もまずは物語の一番最後から振り返ってみたいと思います。今回の物語の舞台はアライオスという怪物が住んでいる虚無の世界ということでした。ここでは分岐した世界がそれ以上もう成長しないという世界で、いわゆるゴミ捨て場のような場所となっていました。しかもトム・ヒドルストン演じる616の世界から来たものだけではなくて、あらゆる別世界から来たものや人が一箇所に集められているため、ここには小ネタがたくさん登場しています。この小ネタについては動画の後半で話していきたいと思います。レンスレイヤーの説明によると、 TBA にリセットされても実は死んでいるのではなくて別の場所に転送されているのだということでした。それが今回の舞台である虚無の世界ですが、そこに住んでいるアライオスに殺されてしまうと本当に死んでしまうということです。そこでシルビーが思いついたのは、 TBA を影から操っている黒幕は時の終わりである虚無の世界の奥にいるのではないかということでした。シルビーは黒幕に近づくため、まずは自分で自分自身をリセットして虚無の世界へ向かいます。そこでロキたちと合流したシルビーは最終的にアライオスに魔法をかけて、黒幕が潜んでいる謎の城への扉を開きます。ロキは最初アライオスを殺そうとしていましたが、シルビーはこの虚無の世界に着いた時にアライオスに襲われ、一瞬触れた時にこの謎の城を見ています。この城は宇宙のような空間に浮かんでいる岩の上に建てられていて、その天窓の部分は黄色く光っています。また宙に浮かんでいる岩の奥には白い一本の光が地平線のように走っています。ミス・ミニッツが見せていたように、もしかしたらこの一本の線はロキが来た新生時間軸なのかもしれません。結局この城に誰がいるのかは今回は分かりませんでしたが、以前話したようにカング・ザ・コンカラーであったりロキ自身ということも考えられそうです。またこの謎の人物が時の終わりにいるということから、もう一人考えられる人物としてヒーフ・リメインズもいます。直訳すれば生き残った男ということですが、コミックではこのヒーフ・リメインズが TBA の一番トップにいる人物です。他にも考えられそうなのはロキ自身で、このシリーズ自体ロキであって、今回様々な変異体のロキが一度にたくさん登場したため、その一人のロキが時間の王となって影で全てを操っていたということもあり得るかもしれません。今回分かった通り、別世界から来たといえどロキはロキで、その性格は基本的に同じで、すぐに裏切ってトップに立とうとしていることが分かります。しかも今回登場したように、これだけ多くのロキが虚無の世界に来てしまっているということは、もともといた世界の王になったり支配することはできなかったのかもしれません。そこで最初の方にこの虚無の世界にたどり着いたロキが、これまでの世界は支配できなかったので、虚無の世界で時間を支配するなど、ロキの名誉ある目的を新たなものに変えたということも考えられそうです。もちろんカング・ザ・コンカラーの可能性も十分ありますが、今回登場させるには少し早い気もやっぱりするので、仮にカング・ザ・コンカラーが黒幕だとしても、その元で働いている誰かなど中ボス的人物がこの城にいるということもありえそうです。では次に今回第5話を初めから振り返っていきたいと思います。まず見ていくのはこの虚無の世界で登場したカング・ザ・コンカラーの小ネタです。このたくさんの建物やビルが連なるこの世界の中に、一つだけアベンジャーズタワーが登場しています。でもここに書かれているのはスタークであったり、アベンジャーズの頭文字の A ではなくて、QENG と書かれています。正しいこれの読み方はわかりませんが、普通このまま読めばキャングとなります。スペルは違いますが、カング・ザ・コンカラーのカングと音はかなり似ています。このスタークタワーに書かれたカングというのはカングエンタープライズのことで、スターク・インダストリーズがアベンジャーズタワーを売った後に買い取ったのがこのカング・エンタープライズでした。このカング・エンタープライズの社長はミスター・グリフォンという人物で、本名はナサニエル・リチャーズです。つまりカング・ザ・コンカラーのことですが、カング・ザ・コンカラーの別バージョンといった感じでした。次は TBA でシルビーがレンス・レイヤーに本当の黒幕について問いただしている場面です。レンスレイヤーはここで本当の黒幕は自分も知らないし、自分も嘘をつかれたということを言っていますが、これが本当かどうかは怪しいと思います。それというのも前回タイムキーパーがアンドロイドだったのに、それについて驚いている描写はありませんでしたし、TBA の職員が実は変異体だったということを知っているのはレンスレイヤーだけでした。そのためレンスレイヤーはここでは知らないと言っていましたが、何かしら黒幕とはつながっているはずです。
次は再びロキたちの場面になり、トム・ヒドルストンのロキはなんで子供のロキが指揮を取っているのかと尋ねます。すると子供のロキは自分はソーを殺したと言います。つまり子供ロキが来た世界ではロキが王の座についていたということになるはずです。ロキたちがアライオスから逃げている途中には様々な小ネタが登場していて、その一つに巨大なイエロージャケットのヘルメットがありました。2015年のアントマンの映画に出てきた時はイエロージャケットは小さくなることしかできませんでしたが、別世界のイエロージャケットはジャイアントマンのように巨大化することもできたのだと思います。もう一つ面白い小ネタとしては、ロキたちの基地の上にはサノスコプターがあります。サノスコプターはコミックで登場したサノスが乗るヘリコプターのことで、サノスは4次元キューブを手に入れるためにこれを使っています。ロキたちの基地は地下にあったため、カメラが地下に潜っていくと、そこには土に埋まった層のハンマーとガラス瓶に入った小さなカエルの層がいます。このカエルの層もコミックに出てくる層の一人で、通称スロックと呼ばれている層の一人です。これは厳密には別バージョンの層というわけではなくて、サイモン・ウォルターソンというフットボール選手がカエルに変えられてしまい、カエルになった彼がある日層のハンマーのかけらを持ち上げることでなぜか層の力を得るという話です。ちなみにこの層のカエルの話についてはソーラグナロクでロキの劇の中でロキが魔法を使って層をカエルに変えてしまったと言っています。 Yes, so mischievous. Yes. Sorry about that time. I turned you into a frog. It was a wonderful joke. そして地下の基地に集まったロキたちはここでこれまでの話が登場します。トム・ヒドルストンのロキが自分はサノスに首を絞められて死ぬということを話すと、他の世界のロキでは違うことが起きていたということがわかります。例えばクラシックロキの世界ではサノスに首を絞められたものの、サノスが殺したと思っていたのはイリュージョンのロキで、本物のロキは隠れて生き延びていたことがわかりました。このクラシックロキはサノスを騙すほどのイリュージョンを使うことができるということで、ロキの中ではかなり強い魔法を使えることがわかります。このクラシックロキの魔法の強さに関しては、今回のエピソードの一番最後で分かった通り、イリュージョンでアスガルドを作ってしまうほどの強さでした。その後はプレジデントロキたちが入ってきて争いになりますが、クラシックロキがイリュージョンを使ってロキたちは逃げ出します。次の場面では自らをリセットしたシルビーが虚無の世界に来て、アライオスに襲われていたところをモービアスに助けられます。その途中スフィンクスの横を車が通り過ぎていますが、スフィンクスといえばカングザコンカラーがラマタットと名乗って古代エジプトを支配していた時にはスフィンクス型のタイムマシンに乗ってやってきています。逃げ出した4人のロキたちは子供ロキが持っていたデバイスを使ってリセットされる船に先回りをしてアライオスを倒そうとしますが、アライオスはあまりにも強く作戦が必要だと気づきます。この船には 173USS エルドリッチと書かれており、この船はフィラデルフィア計画で使われていた船でした。フィラデルフィア計画は1931年に行われた実験とされていて、船をレーダーから見えなくするというのが目的でしたが、都市伝説では船がレーダーから消えるのではなくて、船自体がどこかへ消えてしまったということになっています。次の場面でクラシックロキとモービアスが話している場面がありますが、モービアスはここで TBA の本当の姿をみんなに知らせたいと言っています。また変わるのに遅いということはないとも言っていて、モービアスの第二の人生が始まっていくことを示しています。もともとモービアスは TBA の考えで、どんなことをしても起こるべきことは起こるというふうに考えていて、ロキはこれとは対照的に自分の意思で変えられると思っています。モービアスは TBA がインチキだったということを知った今、ついに自由の身になったと言えます。もしかしたらモービアスを含めて TBA の職員たちはロキやシルビーの魔法によって TBA にいた頃の記憶を消され、元いた時間軸へ戻っていくということも考えられます。そうすれば最後モービアスもジェットスキーができるはずです。こうしてロキたちは手を組んでアライオスを倒すことになりますが、なんだかんだでクラシックロキを含めて4人は虚無の世界が我が家だということで留まることになります。ロキは子供ロキからもらったナイフでアライオスの気を引きますが、なかなかうまくいかないところにクラシックロキが戻ってきて、イリュージョンでアスガルド全体を作ってしまいます。その隙にシルビーがアライオスを操ると、今回一番初めに話した謎の城が見えてきます。クラシックロキは魔力を使い果たし、アライオスに殺されてしまい、今回の話が終わります。今回はロキの第5話について見てきました。皆様、今回の全体の話や城の中には誰がいると思いますか？
ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。